はいと、2020年11月21日英語の大祭イベント晩秋日替わり復刻、本日タンザニアでございまして、デッキが右のような感じでやってきまして、成績が昨日ですね終わった時点が8-3と、まあねまあ野球選手目指したらあれだな、一流いけそうだなということで、そういうのはさておきまして、本日こんな感じでございまして、25-14だから17-11、まあ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 、それはまあまあまあだろうということで、デッキの話ですけど、さあだってんじゃろ使っとんな、もう向こうとね差別化を図りたかったですよ。お前いつも差別化ばっかりな、お前が差別されてるの、まあそういう話も抜きにしまして、これがねどこだった、ここだね、ここだね、向こうはねレストラン707煙突してあるんで、あれを書店に使ってみたんですよ。でこっちはウジャロにしてみました。マサイ、マーサイ、マーサイでも良かったんだけど、こっちであの凸が足らんで、これじゃあちょっとイベ補正入ってもきついだろうということで、ウンジャロさんにしました。というのが当然のお題のごとく、レイフ先輩じゃやっぱこれ火が入ってないと抜けんもんで、ウンジャロはまあいけるかいけんかにしてもね、レストランとかがきついんですよ。なんで発想を変えて、まあ守る方じゃないけど、せっかくなんでイベイルを使っておこうかなって。これ多分マックスにしても抜けんね、普通にね。いやイベ補正も何も入ってないのが当たり前ですよね、火が入ってないってウンジャロしかダメだね。マーサイとレストランもきついんですよ。それでここに見えますよね、アテナ先輩だったら、いや勝手に先輩っていうのは口癖だから言いますけど、これだったらウンジャロは余裕なんですよ。というのが火水はね、水風に強いですかね、ああ火風に強いですかね、そんなこと知ってますでしょ多分。でも私ねこれね頭に入らんもんでね、こうやって覚えとるんですよ。福引きのねどれだったか、シーズン1、あれちょっと待ってね、シーズン1、そうこの並び、オズヌははばきに強いで、はばきはウサに強いで、ウサはオズヌに強いっていうのは、これねずっと思っと、最初ね私勘違いしたのが、例えばオズヌとハバキ比較します。オズヌ火水ですが、ハバキ火風ですが、両方火って入っていますが、火で操作するとしますが、そうすると水と風が残りますが、水と風ってどっちが強いのって、風が強いって、もじゃあハバキの方が強いんじゃねって、いや思っとったんですよ最初ね。でちゃんとしたそんなに計算じゃないけど、サイトとかね2つ3つあった。うん。まあ、皆さん知っとる人だからそこは言わんでもいいでしょう。うん。見たらね、全く真逆なんですよね。なんでもこの順番で覚えたら、自分が使っといて分かりやすいですしね。ちょうどハバキとウサは普段使うし、オズヌはね、ちょっと凸は足らんでないですけど、まあ、ここら辺の並び関係で覚えとるんですよ。なんで、火水は水風に強いんで、それで、ウンジャロさんはアテナさんに弱いんで、属性の相性的にもやられるし、実際に他の人の打っとるダメとか見とっても、ウンジャロはもう広角で取れとった、もうみんな。あの、ウンジャロが煙突707とか、多分あれそんな少ないんじゃないかな、見とっても。持っとる人はそんな稀だと思うよ。悶絶707はなかなかあれだと思うよ。結構チケットかね、あの、リアルマネーぶち込まんって難しいとこだから、そんなにはいないと思いまして。レストランは向こうでも言いますけど、これは確定取られん、確実に残る、うん、アテナが来ても残る。これ抜けるの何なんだ、風で一番火力から出すしかないもんで、風火で行くしかないもんで、それかこれ火力で実際見ていくと、真面目に補正なしで見ていくと、これでも多分確定取れんと思う。難しい、問題とかその悩んで遅くなったりとか、乱数じゃないけどパーセンテージとかで完璧 100% は多分 99% ぐらいは難しいと思う。不安定だと思う、レストランの77が出てくると。で他でいくと、これがとつりゃいけるんかな、ちょっと数字はっきり覚えてない、ちょっと待ってくださいね。ダイナソーいくつだった、せっかくなんで、ダイナソー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 、恐竜さん、恐竜さん、ちょっと待ってくださいよ。この前のところだから、ここの辺りじゃなかったか、7400、これでも際いと思う。火が入ってない、多分きついぞこれは。だからここで抜けるやつ多分これじゃない、素直にいくの満員板でもさ、いや分かるでしょじゃそれの抜くのにさ、わざわざコスト50を割くんかっていう話ですかね。どっちにしろ満員板使ったら
高確率で抜かれるもんね。あの相手をただ一発で抜くだけってことは、それだけの仕事なの でコスト考えるとね、機動隊効果って考えるとちょっと部が悪いですわね。ウンジャルとかの方が39だしね、そこら辺でもまあね部がいいさね。マーサイなんか逆に32だったか、非常にこれリーズナブルですね本当に。どこだった、ちょっと待ってくださいよ、お前能書きいいんでね、早くやれよってことで、分かりましたよ、30ほらリーズナブルですよね。まあそんな感じでとりあえずやっていきましょうということで、レッツラドン。ブーナットは私の完全趣味だね。ここはね、ここはね、これあこれ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 はね、これはね完全趣味ですってことで、まあとりあえず行きましょう、レッツラドン。いや、あそこ使うとさ、パレンケが出てきてさね、パレンケが非変化しんかったらね、まあそこで何風回復できますが、あそうするとまあ勝ち確定じゃないけど結構ちょっと一歩進んだところですわかなーって、かなーってそういう淡い期待して使ってますよね、うん。私の趣味じゃないんですけどね、ウジャルはね、これ。あの、難しい。攻撃力が中途半端だで、あの、下げるのがね、まあまあまあ、一応ここだろうね。ここだろうね、一応は。いけるんかな、うん、これ、ワンピースって言うと出てくるね。いや、本当に本当に。発音が違うけど。ああ、ごめん、ごめん、ごめん。私、そっち行かん方がよかった。ごめん。ごめん。すいません。すいません。帰れ、モナモコから。ごめんなさい。あー、そこまであれだな。ちょっと気使わなかったね。いや、ほんとにほんとに。これは他のイカなかんかだし。うん。いや、他のイカなかんかった。ごめんなさい。これはごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。うん。これはごめんなさい。うん。ごめんなさい。いや、そこまであれだな。あんたいつもあれだろう。その初手抜きでアセナとかね、ウニウニとかあのあたり使ってるんだぜ、ね、お前。そこは見とかなあかんね。そこは見とかなあかんわ。ただこれ抜けるんか、バッカスは。あー、そうか。1単位伸びたり多分あれだ。かかったりだ。あの、パーセンアップがかかったりだ。そんなりだ。うん、多分。これどれでもいいだろう、多分。ヒッターおるしね、こちらは。火にかかってもあれでしょう。タタールもかかるもんで、うん。多分で。ウジャルはでもほんと難しい。この私あれだね。体力より火力が低いやつが、あの、メルコ様タイプ。これ難しい、ほんとに。その計算に慣れてないよね。だって火力あるやつだとね、何も考えず一番相手のね、体力をやつ突っ込んでいくしかないもんね。まあ、脳筋ということで、使うね、結構これ使うね。ねえ。これ、ウィスパーとかでもダメなんかな。また言い出したな、お前ら。また言い出したな。ここら辺のそうだな、最初の私のウジャルじゃないけど、アテナがおった時のちゃんとあれだね、そこの考えで、お前何も考えてないだろ。そういうとこから本当あれだな、あの、的確にやってからかな。詰め勝負じゃないけど。味方チーム誰々がおって、相手誰々がおって、おそういう場合はここ私的確にこう打ってて、それが AI とかなったら面白くないもんね。これ、そうか。そうか、そうか、そうか。いや、蘇生があれだったなと思ったんですよね。まあもちろんここだけど、あれ、いかん、竹が、先に押さなあかんぞ、あんたちゃんとに。全体攻撃やればあれか。そういうとこもちゃんと見とかなあかんぞ、お前何も見てないんだ、喋っとってブツ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 言っとるだけで。藤子先生なんとかあれだな、助かったな、なんとか助かったな。なんとか助かったな、怖いのでグーだ。そうだよね、どうしてもエヴァンジェ止めるのって藤子先生しかいないよな、多分な。あの、正面突破じゃないけど、難しいよな。だで。センスということで、うん。まあやっぱ初手がね、うん、向こうではそうだけど、煙突マックスではないけど、これでもイベ補正入る。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、なんだこれ。ちょっと待てよ。シュッと。あの、一応言っておきますけどね、あれ文京区って言うんだけど、文京区じゃないよ。一応文京区じゃないよ。うん。あ、別にないですよ。あの、その身代わりとかそういうこと気にしとるわけじゃないですよ。なんかあんまり動揺しとるなんてことね。ということで、こんな感じでやってきましたけど、問題はいいね。あれなんで出たんだろう、私なんかあれかな、あ、わかった。画面がね、これ画面暗くなるのってね、動画の撮っとるのでなんか反映されるんですよ。
あのスクリーンセーバーじゃないと何かありますか、時間経つとさ、あのパソコンとか何にも触らんと画面が暗くなるやつ、省エネ機能じゃないけど、それがなったもんで、ちょっと何トラックパートちょっと触ったんですよ。そしたら出たんですよ。なんかまあ言い訳しようないけど、それでデッキの話ですけど、ちゃんとね200問しっかりしとる、名前現金だなということで、これやっぱ耐えるっていうか、パレンケがおるもんで、どうしてもこうなり、風のターンで、ね、試合が長引きやすいですが、展開がね早くないですが、なんでまあ多分回ってくんじゃないかなと思って採用しました。手持ち的にもね、コスト的にもこれぐらいじゃないと、ね、入れれんかったですね。まあ、そんなんでコックス入れましたね。これでもなんだかんだ言ってあれだな、風だとあの重宝するんで、コスト的にで、火力があってちょうどあれだもんで、高火力のなり前のやつリスのね火力をそのまま引き継げるから使いやすいね、コスト的にもね、体力はもういいもんね、ここら辺はね、うん、向こうが持ってないんでね、まあわざとこっち使ったって感じですね。まあ、それは向こうでお話ししますとして、ここはお気に入りだね、この手のタイプお気に入りだね、私多分ね、あのヒルズじゃないけどね、あの苦手属性に対して何百パーかの火力出して攻撃するっていうタイプ、これ好きだね、うん、好きだね。まあヤウはあれだろうね、直接火力出せるやつが好きなんだろうね。それでウンジャロさんなんですけど、これで言うとイベ補正入るから7000強ぐらいだよね、多分体力的に言うと。で火力が4000強ぐらい、ザクッと。そこが難しいんだよね、相手だけで。ただ火が入っとるもんです、まあ、そこは余計難しくさせるんですかね。だから際どいとこ行くより安牌拾いに行った方がいいだろうな。で最初に私気配りしてなかったけど、アテナがおるから同じチームにおった時に、そこら辺のあれだね、風に一番火力あると、火力じゃない体力あるやつ打っていくから、そこのあれだね、とこだね、ちょっと中途半端だね。これマックスいくと5900でしょ、で5900-5800ぐらいじゃんかな、確か6000弱だと覚えある。ってことは煙突マックスのやつだと8000超えるね、多分7000いくつで打ち取れんやつはあれだろうね。だからウジャロで打ち取れとったのって多分マックスじゃないと思う、数字見とっても。アテナで多分8000とか、ああでも1万出とった時あったな、あれ得意属性だとなんか異様に出とったもんね、確か。で、まあ向こうで言いますわ。レストランに売っとるときは、7000超えを見んかったかな、アテナを。あ、私自分でアテナ使ってないんで分からないですよ。人の使ったの見とったんですよ。自分のよりずーっとね、他の人のアテナの見とるもんね。まあそこら辺の話はね、向こうの方でお話しいたしますということで。はい、ということでアカウントチェンジ。はい、ということで例によってアカウント変えてきまして、こちらの方は左が成績でございまして、一緒ですね。夜中のだいたい12時か1時じゃないね、これ今はエントリーできませんとか1時過ぎだね、あんた嘘ばっか言ってるね本日の1時過ぎでございまして、これが右のデッキで対戦してない時の成績でございます。まあこれはもういつも一緒です、あんた説明しなくても多分分かると思いますけど、ということで、それで本日現在が26-15で、差し引きすると17-9、すげえ良くないわ、17-9だって。先生ちょっと待って、ちょっと待って、レストラン使っとるくせに良くないんだね良くないんだねこれということで、こんな感じで来ましたけど、良くないんだなこれ、意外にな。最後やっぱ蘇生じゃないとあかんのかね、まあ、これもやっぱね同じ言葉なんですけど、向こうと差別化を図りたいんで別ので行こうということで、初手レストランを埋めて最後マーサイカを埋めて、まあ、本当はこれ最後じゃないですけどね、これであれ本来なら初手だろうね、これコスト34は軽いよね、現実マックスでこの状況だから、イベ補正入ると6300前後ぐらい、ザクッとザクッとですよ、6000前半ぐらいか、火力で言うとどんなもん出せる、6000弱ぐらいか、そんなもんだね、そうだね、それぐらいだね、大体ね、大体ですよ。まあまああれだね、トッキーのちょっとあれか、硬い版みたいな感じ。ただこれが34で使えるのはでかいよね。そっちの方が良かったんかな、なんか思うけど。だからウンジャロあれなんだろうね、コスト39であれ火が入ってるのは非常にあれ費用対効果高いよね。ただ悶絶なんで集めにくいんですけど、もっと集めにくいのはこいつなんですけど、これはもうほぼ確実に一発はまず耐える。これ抜けるやつ何でくるの、だから最初、さっき言ったみたいに火混じりのやつ持ってくるしかないよね。マンイーターンぐらいしか多分一撃で抜けるのじゃない。アテナの数字見とってもレストランはみんなやっぱ抜けてなかった。私だけじゃなくて他にもレストラン使っとる人いまして、ダメージ見てましたけど、7000ぐらいとかでも普通に耐えとったから、多分マックスなんだろうな。これだってイベ補正入るとどんなもんなる、8000弱ぐらいじゃないかな、7000真ん中、多分7300とかじゃ確定取れんはず、400とかでもきついんじゃないかな。
8000ぐらいはほんと出さんと。でさらにこれ火が混じってないと余計出しにくいんですよね、あの相性の問題で。だってこれだいたいね、書店抜きで出てくるとアテナが出てきますが、これだと火水だもんで風に対して透過ですがね、有利じゃないですがね。相手があれなんだね、火があった方が有利になるんだよね。だからウンジャロの方が多分打ちやすいだろうね。総合体力としてはだってウンジャロが5900、レストランが5200だけど、属性の相性を考えるとってことだろうね。レストランの数字見とって実際にみんなが打ててなかったし、自分のレストランも耐えとったし、まあだろうなと思って。別にアテナが多分これ幻突不足ってことは多分みんなないと思うんですよ。集めやすいと思うから、こっちの方が。じゃないか、自分でこれアテナ使ってないんで分からんんですよ、実際の感覚が。みんなの数字見とるから突具合が分からんですから、多分だからそうじゃないから推測で言ってますけど、まあマサイのがあれかな、使いやすいかなってことですね。まあこんな感じで来ましたけど、らしくないね、あんたみかん入れるのね。なんかね、コスト的にまあこんなんかな。後ろにどっちみち風るしね、火力上げれるしね。ただこれやっぱ見てるもんけど、あれだろうね、成績見るとこれ蘇生入れた方がいいだろうね、最後で、ね、無理にマサイ使うでも思う。なんかこれで思う、初手でやっぱ50にちょっと重いかな、コスト的に言うと。パレンケとかまずきついね、使えんことはないけど他カスカスになるもんね。向こうのがそうだもんね、成績いいんだもんね。お、意外だね。こっちの方が余裕かなと思ったんですよ。レストラン確実にまあ耐えるは耐えるんですよ。まあそんなんでね、能楽要員でとりあえずやっていきましょうということで。ただ初手じゃないよな、レストランもな、これ本当に非限定の無制限とかそんなとこ、割とはあれだね、結構いろんな場面で使えるかなと思ったけど、使える幅が狭い。でこの前の何だった、あのあいつピーちゃん、ピーちゃん、あの島、あのピコ島、ピコ島、うん、あれもそうだね、1ターン目で風だけだもんで、幅が狭いんだよね、意外に使えるところの。だからなんだろうね、あにまんべんなく使えるとかよくね、なんか汎用性が狭いっていう。これでここ行こう。あ、こっちだな。打てるだろう、多分。5000リアルかかっとる方で。どっちだろう、新潟さんの方が良かったかな。9700、オーバーキルすぎるな、完全に。オーバーキルだな、これ。だな。これ1ターン経っとるあかんもんね、ダメージ補正が入っちゃうから、数の数字じゃないからね、どんなもんなるかなと思って。新潟に対してっていうより非風に対して、まあ参考ならんな、1万はあれはあのガンバ、まあどっちにしろインチキっていうのはよく分かった、うん、そういうことです。こういうことでこれいかんのかね、うん、ただこれでそうだね、17-9ってほぼ5割だよね。初手のレストラン幻突マックス使ってると前何ぞやってことね。一番最後にマーサイのね、こっちもマックス使っとるのにね、イベユル2体マックス使ってわからんな、あんたほんとね。まあね、こっちの方がいいんだけど、逆に両方なりに無難に買っとると面白くないって面白くないよね。いや自分で思うな、うん、どっちかボロい方がね、あの性格的にあのうぬぼれちゃうけど、出てきたな。これってあれなんだもんね、これも確か英語物語でした。うん、これでどうでしょう。どうしたここは何、水が2人でもあれだ、あそうか、風があれだな、耐えれるか、これ水2発2人あれか、どうだ、こういうとこもあれなんだね、ほんとどうだって、あのはっきりと自分の中で確定した答えを出さなかったよね。ああいうあのパレンケとかで、ね、ウーマのあの計算のあれめんどくさい、ほんとに、うん、あの計算ってやね、あのね計算ってやね、絶対信用しんと思うんですけどね、私そろばんね、あの段まで行ったんですよいや本当にあの県とかなんかああいうのね、何大会とかありますわ暗算ね、暗算も両方
で言っとんですよ。そのくせにあんた計算弱いよね。計算弱いよね。このエントリー数と勝利数でも何べんも繰り返して頭の中でやっとるもんね。いや本当そうなんですよ。まあ、あの過去の取った記念塚じゃないけどね。あ、余談話もう一個。私ね、字がね、めっちゃね、まあ多分ね、汚いんですよ。だけどね、だけどね、習字もね、うん、そうなんですよ。それなりなんですよ。わからんでしょう、世の中。いや、多分字見るともう、ミミズが入った字って言われるもんね。うん。まあ、それよりあれだぞ、ちゃんと。黙ったで考えたんだろう、お前。あの、あれだぞ。習字とそろばんなれだぞ。暗算と字だろう。そのこと言っとったらだろう。渋いとこ親父使ってくるな、なかなか。まあ、採用でもそうだろうな。ここであとあれだ。まあ、でもこれ34だね。まあ、言っちゃいいけど。普通の捨てだったら、無理して使うっていうあれじゃないよね。イベ補正があるし、タンザニアユルだもんで、まあ、入れとこうかって、どうしてもあれだね。イベユル入れたくなるもんな。性格的に。あの、勝ち負け無視してる。度外視してる。まあ、まともに見ると、やっぱ、蘇生とかだと思う、これは。逆にここ15とか20とかぐらいの蘇生入れると、もうちょいあれだもんね。他のとこなんか厚くできるもんね。あの、3番手の、あの出っ歯のとこだけがごついの使ってくるな。うん、これででもあれだもんな、一回蘇生されるもんな。風邪じゃなかったってことだな。ここ最後そうだよね、あのあれがおるよね、昨日のイギリスのあのぬべーっと顔したやつ、あの風邪するやつ、最後のヒーミズのあれをたまに使ってくる人いるね。それってあの、ロシアのカロ。あれ水で風吸いますが。その手だよね。あの、やろうとするのはね。これで、まあ、一応しとくか。一応しとくか。じゃあ、ええな。ああ。そうだな。これ、やっぱ蘇生とかあれだろうな。うん。うん。これなんだ。あ、そういうことか。そういうことか、これ。うん？ちょっと待って、これ欲しいな。危なかったな。相手持っとったわね。なんだあいつ、なんだあのリーダーって持っとったわね。あれみたいな。え、あれ違ったの？ちょっと待って。問題の方が見たいな。Thanks! ジェストラムって、これ、このざまはわかんわな。でもやっぱ最後、蘇生のあれだろうな。ということで、Thanks なんだけど、問題が見たいね。まあでもよく、あれだね、裏を返すとこの状態で勝ったんだもんね。バババババ、そこら辺はというところで、ちょっと問題でございます。ん？ちょっと待ってくださいよ。この問題ね、作って貼り付けるのがね、ほんと楽しいもんね、毎日ね。あれ、これ知らん。うん、グッド有効なあれでしょう。フォーグッドって、あと英語ももう一個この問題あったよね、グッドのなんか。あったよね、確かあったと思うんだわ。有効なツール用語ある。これ知らんぞ、これ。535、205あるけど、どうやってお前、あれなんだこれ、そんな即答したんか、あれこれ入れたか、ちょっと待ってくださいよ。これ入れたか、まあ、いや、これ入れといて。あ、これいいわ。いや、でもこれ逆にね、こういう問題に出会えた方がいい。これが特にあれなんですよね、あの、動画の何とか、ね、外に出すんじゃなくて、自分だけでやっとって、あの、明るみ出さんとね、あれだけど、これ逆にね、あの、動画の中とかでね、間違えた方が絶対終わる。うん、そう思っとる。え、そうやって間違えてるわけじゃないですよ。ということで、こんな感じで来ましたけど。まあ、でも、蘇生の方がいいと思うんです、素直にね。ただ、これはめんどくさいね、やっぱね。イベイルドホットあれだね。今回でも、この何、3人、今一応3人って言いますわ、レストラン入れて。
まあ、いかにも書店に使えそうな、この中で使うの難しいよね。全部77もったらどれ使うだろう。うんじゃを使うかな、コスト的に言うと。こっちは使いやすいよ。でもこれもうアテナに確定取られちゃうもんね。これが際どいね。取られるか取られんかぐらいだね。コスト的にはこの2人のが使いやすいだろうね。ただこれ火力計算がめんどくさいんだよな。火が入るけど、新潟のとこあそこら辺が掃除できるっていうのはやりやすいっちゃやりやすいですよね、これはね。で絶対残って確実にやっていくっていうのはここだろうね、うん、ただここで50いくつ使うもんで、そうするとはばきとかその辺りは使えんから、後ろの方のデッキ構成がもうちょい工夫が必要ってことで、マサイじゃよくない。だってこれでやっとってこっちの方が成績悪いってことだもんね。原突7使うとってあれだもんね。まあ、だからこういう対戦面白いっちゃ面白いんですね。コスト制限があるもんでね。とまあね、こんな感じでやってきましたけど、どうでしょう、どうでしょう。あと明日あれか、明日もチコもそんなあれだもんね。コスト100、うん、いくつだったかな、5、60前後ぐらいじゃなかったかな。レジェンドがヒーム制限なのね。レジェンドがあれだもんな、ヒーム制限か。なかなかめんどくさい条件だな。だってこれさ、せっかくなんでレジェンドの話しますけど、こっち持ってないであかんすけど、ちょっと待ってくださいよ。ここだったか、ここら辺だね、レジェンドね。ここら辺で持ってないんですけど、アダム、エヴァ、アダム、アダムアンドエヴァとか、アリーマスが、火水で、体力が5000円ちょっとぐらいか。で、あれ、イビ補正かかると多分7000円ぐらいなんでしょ。7000円近く、じゃあ7000円超えるね。で、水入っとってめっちゃめんどくさいよね。絶対一発で打てんよね。アテナとかそういうタイプじゃないとね、火力かけるやつのタイプじゃないと打てんもんね。なんですよ。なんですよ。このメンツ見ると、ここで火にしちゃうと、ここら辺しか残らんもんね。ヤマさん使っていくか。これ風に書いたって、火風に書いたってあかんもんね。それっちゃってとこだね。ここら辺が逆に輝けんもんね。あるんだけど、こっちないか。ヒルコないであかんけど。そうすると、そうするとですよ。初手はあれだもんね。ウニウニが輝く場面なんですよ。手を持っとんすよね。負けても勝ってもウニウニ入れたろうかなと思ったんですよね。ちょっと待ってくださいね。あれどこだったの。これでしかあれだよね。多分アダム抜けんよね。以外抜けんと思う。でもこれ、風が入ってるもんで、ね、多分一撃でやられるだろうね。だからアダム用で使うってことだね。まあ絶対私の性格はすると使うでしょうね。うん。いや、使うと思う。絶対。絶対使うと思う。アダム出てくるのほぼ確定だもんね。敵5人おりゃ1体は出てくるでしょう。そうすると抜けるやつ他にいないよね。って考えとるんですよ。気が早いでしょう。そこしか考えてないもんな、結局。コストとかあれじゃないもんね。初手があれだもんね。高体力のやつを出てきたのをなんか、いかに抜くかそこだけだもんね。まあこんな感じにやってきましたけど。どこであとガチャあれかな。レジェンドでガチャあれかなと思ったんですよね。手持ち的にね。それか残しといて保留して食べとくかなと思ったんですよ。イギリスも別に、タンザニアもまあ両方、あるっていうか、散らばっとるでいいんですよね。両方持っとるより片っぽあって片っぽない方が、だからどっちかあるっていう状況の方が散らしてやれるから私はやりやすいんですよ。っていうかそういう風にしとるんですけどね、わざとね、わざと両方揃えるようにしとるんですけどね。なんでチョコじゃないじゃん、チェコだぞ食べちゃあかんぞお前。チェコもそんなに確か持っとったはずなんで、両方合わせると、そうするとレジェンドでヒルコでも育てるかどうかなと思ったんですよね。チェコちょっと待ってください。チェコ明日の条件なんだったかな。これもね、育ててもいいかなと思うんですよね。非限定で、ここは。最後のあの、うっちゃりでかわすじゃないけど。多分これ、原突マックスにして、コスト35で割と低いし、これ確かに何、捨て的には高くないけど、70% カットできますが、4ターンで。4ターンだったら一番最後使っても、まずあれでしょう。展開の早い日の高コストでも、まず打てると思うから。そうすると何、ターンずらしじゃないけど最後に少し耐えて微妙に残すっていうことが、特にこのターンって体力高いやつばっかり出てきますが、スズメからジャージから親父からなんで、なんとか何、全体攻撃とか、まあ、もちろんね、ミカ先生ができてパーセンテージかけられたらスッコーンってやられるって可能性もありますけど、でもこれとハバキが絡む可能性もあるから、そうするとうまく最後ここずらせんかなっていうのでちょっと注目したんですよ。これを77って
もう本当に非限定な非の最後ね、そこでしか多分輝く場面が、まあ大体みんなスイートスポットは狭いですけど、じゃないかなと思ったんですよね。これもまあまあ確か向こう育ったはずだもんな。なんでそんなにはというところで、ちょっとねガチャが悩ましいかなということで、まあそんな感じでね本日やってきましたけど、これ意外だったんだけどね、あれ一貫そっち開いてかな、それダメ、それダメ、それはダメだよなんで負け焦って消そうとするの、クローム、なんか前がなんか隠したんじゃないか、お前今めっちゃ焦って消そうとしたらなんかお前怖いなってことで、そうそう逃げていこうかな、やばかったなあれな、どこ押したら今開いたんだろう、これか、ちょっと待ってください、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。覚えとくわ。この上のバナーを押すと開くんだね。いや、覚えた。これサファリ連動じゃなくなったな。今まで確かね、サファリ連動だったと思うんですよ。私サファリ開けんようにしとったんですよ。そんなでいいか、いいかよくないね。もうね、喋るとボロボロなんで、まあ、こんな感じで終わりますよってことで、ね。意外だったね。レストランおる方が、もうちょい私こっち結構やれとるんかなと思ったけどね。レストランが耐えとるもんで、なんか完全それで勝った気でおったんですよ。お、余裕じゃん、余裕じゃんと思ったら、そういえばマサイのとこでなんか全然蘇生できんしなぁと思う、なんかあれ蘇生使わずにあれ終わったなぁと思う、まあね、まあ、これがね、まあ、対戦の面白いところですよね。まあそんな感じで、ね、明日もねゆるくゆるくやっていきますということで、はい、ということでそんな感じで終わり。